タジオディスコボランテよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。さあ、いよいよキックオフです。ピッチを優雅に徘徊します。タコスト、戻してドリブル、シュート、おっとファールを取られました。20分経過。オフサイドトラップにかかった。コーナーキックになります。さあ、チャンス到来。シュート。ディフェンダーも必死です。ヘッドでつなぐ。シュート。キーパー真正面。
広島。味方がいない。ここで笛です。前半終了。前半戦。さあ、後半戦キックオフです。シュート。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。ハイボールを競り合う。打ってきた。キーパー正面。後半5分経過。シュート。ファーサイドに上げた。これはゴールキック。放り込んできた。キックミスでしょう。さあ、どちらのボールになるのか。シュート。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。おっと、ファールを取られました。さあ、どちらがボールを支配するのか。シュート。ドリブルで上がる。カーポスト、危ない。さあ、どちらのボールになるのか。シュート。
コーナー、待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。いいボールが出た。宙をさまよう。シュート。コーナーキックになります。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあチャンス到来。コーナーです。さあチャンス到来。キックミスでしょう。カット。いけいけドリブル、シュート。ちゃんと狙って打ってほしい。力が入らない。果敢にスライディング。ヘッドで流れを止めた。ヘッドでつないで、1点差というまさに白鵬を踏むようにして勝利を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見事。